K2 ブーツを、使用している、丹野美希也です。ダイバージ SC K2 のですね、新しい、3ピースシェルになります。まあ、3ピース、まあ、ローアー、アッパー、あとこのタングっていう3つのパーツで成り立っているのが3ピースなんですけども、バックルも3つ、特にこの真ん中のバックルが斜め45度といいますか、こういい位置にあるので足首の収まりもいいです。3ピースの特徴として、この、まあ、タングのフレックスですね、これが4バックルの靴よりもしなやかにこう前傾が入りやすいっていうのが特徴です。しっかりこう踏み込んでいく、そのフレックスっていうのが自然体に出るっていうのが3ピースの特徴だと思います。このシェルの素材ですね、 TPU を使ってるんで、まあ、シェル自体もやっぱりちょっとこう反発が高くて、こう自分の力が伝わってる感じはあります。あと、まあこれは3ピースに限らないことなんですけど、どうしてもウォークモードがついてる靴って少しこう剛性が弱くなっちゃうっていうイメージを持つ方がいると思うんですけども、この靴に関してはもう本当にウォークモードありますけど、あのない靴と同じような滑りができるっていう点もあります。テックビンディング使用することができます、それと後ろにウォークモードもあります。歩くときはタングも外してハイクアップが可能なので、よりこう楽にハイクアップバックカントリーに行くことも可能なブーツになっています。山に行くときテックビンディングも使いますし、ウォークモードの機能も使うんですけども、あの実際ライディングするときにすごくしっかりしてる、滑走性能が高いので、本当にこう自分のパフォーマンスを、最大限発揮できるブーツっていうところが気に入ってます。このブーツパークのビッグキッカーも入りますし、パイプも入りますし、もちろんゲレンデでガーってスピード出して滑るときもありますし、山もパウダーも全部この一足でオールラウンドに使えるっていうのが一番僕が気に入ってる理由ですね。